工大学から来ました、曽谷隆平です。やっとスタートラインに立てたと思うので、1月のスタートに向けてしっかり準備していきたいなと思ってます。やっぱり投手陣が本当素晴らしいチームだと思うので、自分もそこで活躍したいなと思います。やっぱり力感のないフォーム と、やっぱりキレのあるストレートだと思っています。やっぱり能見選手のような、息の長い選手を目指して頑張っていきたいなと思っています。これからこの先、2桁勝利を、重ねれるピッチャーになりたいなと思っています。そうですね、開幕1軍から、自分が投げれるように、日々努力していきたいなと思ってます。1位で、指名していただいた曽谷隆平です。ファンの方に、たくさん応援したいなっていう、選手になりたいなと思うので、これからの応援よろしくお願いします。そったんで。そった、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。日本航空石川高校の内藤浩です。そうですね、本当プロ野球選手にまた一歩近づいたということで、本当これから一生懸命頑張っていこうという気持ちになりました。そうですね、本当若い選手がしっかりチームを引っ張っていっているっていう印象があるので、自分も早くチームを引っ張っていけるような存在になれるように頑張りたいと思います。飛距離は一番持ち味なので、プロに行っても飛距離をしっかり伸ばしていきたいなと思ってます。本当オリックスの中心選手になって、誰からも愛されるような選手になりたいと思います。本当プロ野球通算500ホームランというのを目標にして頑張りたいと思います。オリックスに入ることになりました内藤浩です。これからオリックスの一員として一生懸命頑張っていくので、応援よろしくお願いします。そうですね、チームメイトからは、下の名前で、ホーって呼ばれたり、ホーちゃんって呼ばれたりすることもあったので、下の名前で呼んでいただけたら嬉しいです。わかりました。じゃあこれからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、盛岡中央高校の斉藤清介です。はい、やっぱり今まではあまり実感が湧いてなかった部分もあったんですけど、やっぱり仮契約を置いて少しずつ実感が湧いてきました。はい、やっぱり日本一になったっていうのもあって、やっぱり少し自分も緊張する部分もあります。はい、自分はフィールディングだったり牽制だったりという部分が自分の中ではアピールポイントかなと思います。はい、結構自分は強気のピッチングでいけると思うので頑張っていきたいです。はい、やっぱり最終的には先発ローテーションに入って、少しでも多く勝利することできるようなピッチャーになりたいです。少しでも自分の名前を覚えてくれたら嬉しいなって思うので、これからも日々練習頑張って活躍できるように頑張ります。はい、自分は前から山本由伸投手が好きっていう部分もあって、少しでも近づけたらいいなって思います。その日々の生活いた部分だったり、野球じゃない場面のその取り組み方などを聞いてみたいです。やっぱり普通に京介だったり、そういった、はい、自分は京介だったりって呼ばれたり、下の名前の方がやっぱりの方が自分的には嬉しいです。わかりました。じゃあこれから長い付き合いになると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、東北福祉大学の水沢龍です。はい、やっとプロの世界に入って野球ができるんだなと少しワクワクしています。雰囲気がとても良くて、選手がのびのびプレーしやすいチームだなと思います。三拍子揃ったプレースタイルなので、その三拍子を生かして頑張りたいなと思います。球団を代表するような選手になれるように頑張りたいと思います。東北福祉大の水沢です。明るく元気にプレーしたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。豊島高校の北和美です。
オリックスの一員になれたので、これからもっと気を引き締めて頑張っていきたいと思います。昨年の、リーグ1位と今年の日本一というので強いという印象を持っています。9回を投げれる体力があります。山本投手みたいな投手になりたいと思ってます。ドラフトキングでその年のドラフトの一番になりたいなと思ってます。2年連続で山本投手が取ったタイトルは取りたいなと思ってます。これから頑張っていくので応援よろしくお願いします。厚みかあだ名であっちゅんって呼ばれてるので、あっちゅん、はい、わかりました。じゃあこれからあっちゅんって呼ばせてもらいますね。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。